何ユーミンだよねって思いながら、なんかでも被んない色がいい、やっぱり見つけやすい、被んない方が合うと思います。なんかわかんないんだよね、なんか他の人がどういうアレンジしてるかわかんなくて、それによって変わってくるかなと思って。あおいちゃんさんありがとうございます。としぴんさんありがとうございます。はてなはてなです。美味しいハンバーグ食べに行って、え、何食べに行ったって。極み屋とか行ってみたいんだよね。ちょっと気になった、ちょっと極み屋気になって。あ、237日目、生誕祭まで。確かになんかさ、生誕祭の時ってさ、私の記憶上さ、あのそのゆるさんの生誕の時ってあの確かあれだったんですよ。なんかこのオープニングの曲はペン、そのゆるさんのペンライトカラーでお願いしをやってくれると嬉しいですみたいな感じでさ、やっちゃったね。あ、もしかしたらワンチャンそういうのもあるのかもなと思って。てかさ、何バースデースタンドみたいな、なんだったっけあれ、なんかあるじゃん、それそういうのもさ。え、パルコの地下に極みある、ソフトクリーム食べ放題、マジで。生誕祭当日かな。でもちょっとさ、まあ、いつでもいいんだけど当日公演か。え、どうだろう、私当日がいいのかな。でも私がまだ中学生なんで、多分土日じゃないと無理なんですね多分。もう普通にあの6時半開演だったら下間に合わないんで、最後は見に行けないから、あ、最後は出れないからね多分。私がめっちゃ巻きでスピーチとか終わらせたらいい。あ、でもさ、ワンチャン行けるんだよな6時半って。なんか H 公演で出た時はさ、あれ お見送りか、 H 公演出た時はさ、なんか質問コーナーあったじゃないですか、ファンの方からの、ファンの方から集めた質問コーナーあったじゃないですか。だからそれの時間があったから、木曜日じゃ無理だ。いや、その時間があったから、その時間多分数えてないじゃないじゃないですか、それ。だからワンチャンいけそうで、お見送りが間に合わないのかもしれない、もしかして木曜日。あとさ、私のさ、今までの小学校中学校の経験上、あの運動会がその付近にあったのね、5月の時。なんかさ、でも木曜日か、なんか私がさ、いつも5月25日って日曜とか土曜とかが多かったんですね、月曜日とか。だからそう、だからなんか24日に運動会があって、その次の日って振り替え休日、多分日曜にいつも24日あって、25が月曜だったりするんですか、土曜か日曜か月曜。だから前日に体育祭があって、その振り替えでやっぱ土日だったから振り替え休日あって、振り替え休日があって、私休みだから誰にも祝えてもらえなくてガーンみたいな感じだったんですね。まあ、1年生もそうで、2年生もそうで、3年生もとか4年生とか5年生もそうで、6年生は普通にコロナで5月は学校がなかったっていうあれがあるんですけど、でもなんか中1の時はね、祝ってもらえたかも、何もなかったから普通に学校だったから、お誕生日おめでとうって。なんかその頃はまだちょっと充実してた系、今も充実全然してるけど、なんかその頃が一番やっぱ私楽しかったなって思えるの、中学校生活で。
1年生が。だからその時はめっちゃいろんな人にお祝いしてもらって、なんか LINE のさあれもあるじゃないですか、ギフト、なんかハッピーバースデーカードみたいな、それもさいっぱいたくさんの人がまで感謝あるって感じで嬉しい限りですと思ったんだけど。でもこれまあ6期生の子には祝ってもらえるだろうということを信じて言わない、アピールしないんですけど、学校の子とかはちょっと行ってほしい友達がいたら、ちょっと私誕生日だから明日みたいな、祝ってほしいなとか言ってみようかな。それじゃあ生徒さん今まで一番6期多いかも、10人、多分史上初です、10人が。まあ、そのうち16人できちゃうよね本当に。私も人生の中で中1中1ってそういう時期、私中1のクラスめっちゃ好きなんですよ。中1と小6はめっちゃ好きだったんですね、クラスとか。だから今も好きにクラス編成できるならどこがいいって言われたら中1か小6のクラスって絶対いいんですね。多分中1が多分一番好き、小6はその次で、小5もその次、小4もその次とかそんぐらいなんですけど、まあ別に中2が充実しなかったとかっていうわけでもなく、それがなんでかって、私のそれがなんでかっていうと、私のあの仲いい 子が一緒のクラスだった時が小6、小5、中1だったんですね。だからちょっとなんか周りがちょっとあれでも、担任の先生がちょっと嫌でも楽しいであったけど、今ねずっと隣のクラスなんだけどね、一応。そう、その子やっぱ友達クラスにいるっていうのは結構でかいと思いますので、そう、私が多分一番仲いいか分かんないけど、でもなんか気軽に、私が気軽に悩んできる人ってなかなかいないんです、もう学校の友達で。だからその子は仲いいから、ちゃんとでも一緒のクラスあんまなれなくて、そうで、なんか隣だからまだいい、なんか隣だから気軽に行けるから大丈夫。でも端と端とかだったらね無理。毎年クラスぐらいある、毎年クラスぐらいあります。でも先生全然変わんない、もう。先生は変わんないです、ほとんど。なんかさ、私今日めっちゃ顔色悪い人みたい、フィルター弱めてみようかな。何がこんなにダメな原因、これぐらいか。わ、すごいノーマルって感じ。唇血色ないのかな、ちょっと入れてみよう、リップ。なんかでも中3って卒アルの撮影あるじゃないですか。オーマイガー、やばい私のスカートがギリギリギリ製でしたね、今の。結構見ないんで、見なかったことに。16人6期だったらどんな予定があってもいいわ、来るのかな、なんか入るかなっていう不安があるんだよね、そういう時って。復習してたらダメです。なんか肌に顔に血色感がなく見えるんで、この辺でもなんかチークっぽく塗っていたら多分血色よく見えてていい感じになります。なんかさ、絵に描いたほっぺなんだけど、いきます。ほらチーク、チーク、面白い。なんかさ、リップだけでさ全部、あでもいい感じじゃない、なんかリップだけでさ全部の目ができるみたいな言うんですよ。ちょっとやってみていいかな
なんかアイシャドウとかここに出るとちょっと嫌なんですけど、理由なんかさ、ノーズシャドウとかもいけるし、ちょっとやばい、ここ見れてた。このリップね、なんかフィルターかかってるからさ、フィルターかかってるからさ、なんかあんま可愛く見えないけど、ちょっとさ、やって、マジでやってみるね。あ、やばい、ここが、ここノーズシャドウ、まずぼかして、赤っぽいからちょっとあれかな。あ、でも意外といい感じ。ちょっと失敗しちゃった。マジ何してんだ私で、おシェーディング入れまして、ちょっとぼかしまして、ちょっと失敗してるけど少しだけ、え、これシェーディングなってなくない？もしかして酔ってない。なんかさ、やってた人がいるんだって。リップでやばい、めっちゃ赤い肌。まあいいや、どうせマスクしてるし、どうせ後で落としてし、ん？鼻先シュッて刺します。もう知らないんだから。あ、でも意外といい感じじゃない？マジ誰もスクショとかしてあげないでください。やっぱ 赤い、酔っ払ってる人みたいだ。なんかさ、絶対ここ鼻赤、なんかもうちょっと茶色っぽいリップやったらいいのかも。あ、でもいい感じ、え、いい感じだね。鼻はいい感じ。ちょっと鼻赤くなっちゃいました。ちょっとハート描いてみる。かわいい、ハートかわいい。ヨシタンさん、ありがとうございます。かわいい、めっちゃハートって、ハートってかわいい。やばい、これ落とすまでがセットだから。おう。かわいい。これをぼかしていきます。セシーさん、ありがとうございます。まあいいんですよ、別に誰にも合わないんで。なんか今さっきのつもの決めてはいっちゃう。まあいい感じじゃないじゃない、普通に大丈夫だよ。無音なので情景が、あ、ほんとその人はかわいそうだ。マジ申し訳ないです。意外の
鼻はいい感じです。結構意外といい感じじゃないですか。酔ってるみたいだね本当に。お酒は20歳からです。ワーク順調。ワークはもう答え見ていいかなとか思っちゃって、答え見ていいかなっていう疑問点。あと6年そうだね。でもあとそんなない、5年とちょっと。なんかさ、ワークもね、答え移すってどう思います？それによって私が答えを移すか移さないかも、やばい、めっちゃ赤い、移すか移さないかを決めたい。でも移したらやっぱダメではないかな。出すことが大事じゃん、とりあえずは。答え写していいと思う。でも問題も何も見ずに答えをだけもうやっちゃってもいいんですかね、別に。でもさ、もうさ2年生のさ授業ってさ別にさ3年生では使わないじゃん、多分そんなに。テスト3年生だったらその時覚え直せばいいし。課題による英語と社会と理科。なんか数学ってさ答え移しても計算がないから多分ダメになっちゃうんです。国語はまあ頑張って時間があれば自分で解いちゃおうかなと思って。でも待って今気がついた初回授業火水までまだ時間ありました。全然、あでも近う、やばい、来たかも水木金だ、定日日多分。来たわ、なんとかも似合いそう。来たわ、まじ、ちょっと待って、やばい、私の優勝かもしれん。ついも金だ、提出日。てか初回授業ってそんな早いのかな、ちょっと社会移していい。じゃあ移します。でも社会も終わっちゃいました。自力で頑張ってきました。甘い、ちょっと待ってね、これにさして。あとでも体育祭あるからね、忙しい。待って、来たかも、再来週までかも。やば、来た、嬉しい。あります。ワンチャン金曜日からか月、再来週かも、来週の金曜日か再来週の月曜かも。待って、来た、え、やばいかも。やばいわ、奇跡。やばい、奇跡だ。嬉しい、嬉しすぎる。宿題提出まであと
あと最初、あと少し、あと少しだ。え、待って、マジでやばい。わあ、ついてんね、私。やばいわ。使い果たしたかも。いやー、これはやばいわ。これはやばい。これはやばい。やばやばい、嬉しすぎる。やばいわ。やばい。待って、まだあと1週間の猶予があるんだよ。ああ、来たー、嬉しい。だって本当に酔ってる人みたい。私嫌だな。だってマジで嬉しい、本当に嬉しい。やばい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 わ。え、待って、あんなに嬉しい。え、待って、こんなに嬉しい。やばいわ。でも早めに終わらせないとね、ちゃんと。うん、ないわ。やばい、来た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 、やばいわ。うわ、こんなことがあっちゃっていいんですかね。え、神様、急に私に何をさせようとしてるの。やばいわ、急に。やばいね、やばい。これは私みたいに宿題に積んでる人に朗報すぎる。で、初回授業だから、授業がないから、そもそも。やばい、嬉しすぎる。積んでる人に大朗報、朗報すぎる。私みたいな人に朗報すぎる。ほんのに嬉しい。もう、でもこんなに時間があると分かってても答え移すけど、初回、いやダメだよ。私ちょっと優等生でいこうと思ってるんだから今。なんかさ、もう頑張りたいんだよ、3年生は。4とか5とかいっぱい取りたい。いやー、やばいわ。嬉しい、マジ嬉しすぎる。答え移さない、移さない、移さない。やばいわ。うん、やばいかも。いや、私どうしようと思ってたんですよ、本当に。私土日公演あって、やばいなって。私ね、月曜から授業ある気満々だったのね。でもなんかよく考えるとさ、月曜授業なくて、そんな授業っていう授業が。そうだから、でも私土日公演あるから、どう、しかもなんか片方はあの2日公演、あ、2回公演か、2日公演2回公演だから、でも無理やんって思ってて、もう無理やんって思って、本当に。で、月曜、あ、でも火水は公演あるしって思ってたら、やばい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 、神様、私何をしたというのでしょうかね。やばすぎる、本当にやばい。いや、もういいや、終わります、そろそろ。
10選ヨシボウさんありがとうございました。12位ミルンクラゲさんありがとうございました。下いつも私ありがとうございましたって言ってたっけ。10位ん11位ゆきひろさんありがとうございます。10位おたまちゃんさんありがとうございます。9位しんさんありがとうございます。8位たかさんありがとうございます。7位あっくくんさんありがとうございます。6位ピッシュさんありがとうございます。5位ワンタンメンさんありがとうございます。4位すしだよさんありがとうございます。3位りかさんありがとうございます。2位 MJ さんありがとうございます。1位あおいちゃんさんありがとうございます。ありがとうございました。来た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 、ありがとうございました。本当になんか上昇不安定チャンネル、今日は特にリップでメイクをしてみたり、なんか課題の提出が遅くて喜んだり、ありがとうございました。本当に